はい、じゃあそれではやっていきましょうか。もう一回。助けろーってなんだ、助けろって。この絵かっこいいんだね。ちょっと見えない見えない見えない。上だとか言ってなかった。やった、リワードゲット。これで全部か。やった、ブロンズリワード初めて6個全部ゲットしたよ、ステージ内で。これ上に打つと OK。あの人はショットガン持ってるな。よし、進もう。オッケー、倒した、倒しましたぞ。これリワード隠れてたりとかないね。でこの後どこに、あ、ここに隠し部屋みたいなのがあるぞ。あ、このロッカーの中に入ってるんでしょ。わかりますよ。開けましょう。あ、シルバーリワード発見。 OK。 お、シルバーリワードも全部ゲットした。あとはゴールドリワードだけだ。やった。東京簡単なのかな、東京は。リワードの獲得が遺跡とかじゃないからね、ビル内の戦いだから楽なのかな。あ、なんだこれ、ボール、またボールかよ、また弾だよね。なんかやっちゃった。おお、よくあるあれね、ミッションインポッシブルとかにあるやつね。で、まあこれを使ってとりあえずゴールドリワード獲得したいね。ここで行きましょう。これでカバーできるのかな？違うか。ん？触れても大丈夫なのか？これ。大丈夫なんだ。なるほど。なるほど。簡単だ、これは。OK。そしてお次はこの玉、綺麗だね。苔がついてないから綺麗だね。開いたぞ、扉が開いた、襖が開いたっていうのか。あのドラゴン落とすそうだな。タカモトさんね。あの、このドラゴンの像を落とすのかな。お、びっくりした。急に打ち上がった。急に。アングルが OK。 OK OK、 行きましょう。の前に、その前にこれだよね、やっぱり。あ、これであそこ破壊するってことか。なるほど。
おお、びっくりした。いた。オッケー、倒した。ショットガン使うか、こっちも。の方になんかリワードとかないのかな。隠し部屋みたいなのさ、隠し部屋とかなさそうですね、ここ。はい、じゃ あ進んでいきましょう。ゴールドリワード目指して頑張りましょうか。よし、回復3個目ゲット。じゃあ次はどこだ。エレベーター押したら上行っちゃうから、ここら辺で探そう。お、ここにあるじゃん。こっちの方がいいよ、やっぱり。よし、 OK。 これはなんだ、オブジェクトか。ただのオブジェクトでしたね。ここはこれ動かせそうだね。これ何に使うんだ。足場に使うのか。ここ開きそうだ。開かないね。これ持ってこうか、一応。なんか使えそうだから。持ってこう。エレベーターで運ぶとか。とりあえず一旦ここで切りますね、もう一回。